ジョバンニセガンティーニは、イタリアの画家、アルプスの風景などを題材とした絵画を残し、アルプスの画家として知られている。一方で、アシキカーたちなど、神秘的、大敗的な作品を残したことから、作風は、世紀末芸術とされることもある。1858年、オーストリアのトレンティーノにあるコムーネの一つ、アルコで、アゴスティのには、農民階級の大で、 母マルゲリータでジラルディは中東階級中のやや低い身分の出であった。ジョバンニはマルゲリータの第二子で生まれた頃には体が弱く両親の周到な注意のもとにようやく育つことができた。しかし母マルゲリータはジョバンニを産んで病にかかり、1863年、ジョバンニがまだ5歳の時に29歳で溶接した。父親はジョバンニを連れてミラノに向かい、 戦災との間に設けた息子と娘の元を訪ねた。しかしその子供たちの生活は困窮しており、ジョバンニとその父が到着した頃には店を閉じなければならなくなっていた。ジョバンニの父と戦災との息子は自分たちの成功を夢見て幼いジョバンニを残してアメリカにおき、そのまま帰ってこなかった。後に残されたジョバンニはイボの姉の元で暮らしたが、イボの姉は毎日 ジョバンニカズトを残して仕事に出かけた。イボの姉の下で窓から空を眺めて単調な生活を送っていた。ジョバンニはある日フランスに歩いていくという思いつきに見せられ姉が仕事に出た後歩いて街に出た。しかし数キロ先で疲労のために倒れ親切な人々に保護された。その翌日にミラノに送り返されそうになったがジョバンニがそれを嫌がりまた ジョバンニの経歴を聞いた人々は不憫に感じたため、それからしばらくの間彼らの家に置いてもらえることになった。この当時ジョバンニは7歳だった。その後再びジョバンニは姉のもとへ帰ることになったが、そこでは再び礼遇された。ジョバンニはしばしば姉の家ではなく、街中や人の住んでいない家屋の屋根裏部屋で夜を過ごしていた。そこでは、飢えや寒さに苦しめられた上、 孤独感から愛情にも飢えていた。また、屋根裏部屋で天然痘に感染した際にも、姉の元へ帰りたくないジョバンニは、医師の行為でできるだけ長い間病院に泊めてもらった。その後親戚の紹介で、ジョバンニは薬屋で働かせてもらうこととなった。しかしある夏の日に、他の店員と共に、店の金を盗んで逃走した。さらに、 逃走中ジョバンニが疲労のため眠りについている間に、一緒に逃げていた店員は金を持って一人で逃走。ジョバンニは後悔のために死を決意し、三日間農場の枯れ草置き場に潜伏していたが、農夫に発見され、結局ミラノへ送り返された。聖アントニオ合唱の間ミラノに戻ったセガンティーニは、絵師の女子券門弟となり、画法の手ほどきを受けた。その当時は、 友人の援助を受けながら風景画などの作品を仕上げ愛好家に売るなどしていた。しかし生活は困窮し、橋の下で夜を過ごしたこともあった。その後に、セガンティーニはブレラ美術学校の夜学校に進学、肖像画や劇場の小道具を描くなどして生活費を稼ぎながら絵画の勉強をした。セガンティーニの最初期の作品であるイ・アントニオ合唱の間は、 この時期に描かれ、展覧会に出品されて、銀賞を受けた。しかしセガン・ティーニは、決まり切った画法に、忠実な絵を描くことを拒み、自由な方法で創作を行った。そのため教授たちには、目の敵とされ、校長に対して苦情を申し入れられた上、展覧会で、セガン・ティーニの作品を最後に展示されたりした。 自身の作品が展覧会で最後に飾られているのを見たセガンティーニは、激光し、自作を壁から下ろして破り捨て、街中に飛び出して街頭に上り、街頭のガラス板を破壊した。そのためセガンティーニは、結局ブレラ美術学校を退学になった。湖を渡るアベマリアブレラ美術学校を退学になったセガンティーニは、友人たちの援助を受けて、ミラノにアトリエを借り、そこで、 創作活動を行った。しかしミラノでの生活に満足できず、アルプスの山々に同型を覚えて、スイス国境に近い1881年に、ブリアンツァ地方のコモコハンの村へ移住した。またその前年の12月、セガンティーニは、ミラノでも何度かへのモデルとなっていたルイジアブガーキと結婚した。セガンティーニ夫婦は、ブリアンツァにある村、プジアーノに住まいを構えた。 そこで、アルプスの自然を元にした作品を創作し、十字架の、節分、王木につながれた牛、湖を渡るアベマリア、花野に眠る少女など様々な作品を残した。特に、アムステルダム万国博覧会で金賞を獲得した、湖を渡るアベマリアは、19世紀の絵画史上で重要な位置を占める作品であるとされる。また、1888年のグラスゴー国際。 博覧会にも多くの作品を出品し、イギリスでもなお知られるようになった。セガンティーニ一家は、ブリアンツァ地方で生活している間も、プジアーノからルガーのカーリオなどへ移住していた。しかし、アルプスのさらなる高地に思いを馳せ、1886年にイタリアから国境を越えて、スイスへ向かい、ベルニナ地方のポスキアボやシルバプラーナを経由して、最終的に、 グラウビュンデン州のサボニンに到着、セガンティーニ一家は、しばらくの間ここで生活した。そこでは、アルプスの風景や肖像画などを制作して過ごした。また、妻ルイジアとの間には4人の子供を設けた。1894年に、セガンティーニ一家は、サボニンを後にし、より標高の高いエンガディン地方の丸親に移り住んだ。その地でセガンティーニは、 アルプスの春などの作品を制作した。そして1898年から、映デンの風景が見渡せるシャーフベルクにたびたび登り、大作、アルプス三部作の制作に取り掛かった。しかし、第一作、生を完成させ、第二作、自然が完成に近づいた頃、セガンティーには突然病に襲われた。高熱が続き、やがて腹膜炎の症状が現れ出した。 セガンティーには、私は、私の山が見たいと言い残し、1899年9月28日、福幕園によって死去した。遺体はその2日後に共同墓地に埋葬された。三部作の第三作、死は、未完のまま残された。アルプス三部作は、スイス、オーバーエンガディン地方、サン・モリッツのセガンティーに美術館が所蔵、展示されている。セガンティーには、 これまでにない画法でアルプスの風景画を描き芸術界を驚かせた。アルプスのような鉱山は空気が薄く描く対象となるものの輪郭が明瞭であるためヨーロッパの平地の風景などを描くのに用いられてきた風景を単純化して描く印象派風の技法では鉱山の風景を描写することが困難であった。そのためセガンティーに以前に鉱山を描いて成功したものは なかった。セガンティーニは、印象派の技法を取り入れつつ、澄んだ空気によって、明瞭に見える細部を省略せずに描いた。そのため、山岳の構成などは極めて精緻に描かれている。一方、絵全体の眺めには統一性がある。晩年には、象徴主義的な作品を制作するようになったが、セガンティーニのスタイルや主題が急に変化したわけではなく、 初期の作品にあった特徴が現れていると指摘されている。また一貫した作品の特徴として、自らの母を幼い時に失ったことに起因する神聖な母愛が指摘される。母親は良い母として描かれることも、ある一方悪い母として表現されることもあった。前者の作品としては、二つの母、後者の作品としては、足利川たちなどが挙げられる。 また、アルプスの農民の悲哀に触れたことによって、作品に哀愁が表現されるようになったとも指摘されている。セガンティーニの作品は、たびたび、ミレーと比較されることがある。しかしセガンティーニが、ミレーの作品に影響を受けたわけではなく、二人が同じ、田舎の農民として暮らしたということに起因する類似で、あるとされる。ありがとうございます。